はい、今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思います。今日はですね、依頼のあった言葉ですね、泣いたり笑ったり辛い時楽しい時いろいろあるよ、人生だもん、いつも笑顔でいようね、次は君にバトンタッチ。結構長い文章ですけどね、書いてみたいと思います。こういうね、味のある文字、可愛い筆文字書いてみたいなって方、オンラインの筆文字の講座をやってます。今ちょうど上にポチッと押すとこ出たと思いますが、そこからブログが見れます。そこからですね、申し込みとかできますので、ぜひとも見てください。詳しくはこの最後に伝えますので、最後の方見てください。よろしくです。長い文章なので、まあ、1回書きます。で、その後にパステルの上に書きます。だから2回書くことになりますね。見てください。パステル入るだけで全然変わりますからね、雰囲気。よろしくお願いします。今日は長い文章なので、極細ね、この青いペンですね、この青いキャップのペン、これで書いていきたいと思います。で、僕は後ろから書きます。後ろからですね、次は君にバトンタッチ、バトンタッチからいきますね。次は君に、いようね、いつも笑顔で、人生だもん、いろいろあるよ、辛い時楽しい時、泣いたり笑ったり、こんな感じですかね。これにほっぺたを描いていきますね。同じ感じかな、泣いたり笑ったり辛い時楽しい時いろいろあるよ、人生だもん、いつも笑顔でいようね、次は君にバトンタッチって書かせていただきました。今度これをね、パステルの上に書いていきますね。パステル入るだけで全然変わりますから、まあ、ちょっと最後忘れてなかったら比べてみようと思うんですが、結構ねこう比べてみたら分かりやすいから出すつもりがいつも忘れてしまうんですけど、パステル100均のパステルですね。これダイソーのパステルに僕指にこう塗ってくるくるっとこうするだけです。本来はこういう使い方ではないんですけど、パステルはね、ただ時間短縮、これだけで全然雰囲気変わるので、文章が、
はい、ここに書いていきたいと思います。バトンタッチからですね。次は君に。よね。いつも笑顔で。人生だもん。いろいろあるよ。辛いとき楽しいとき、泣いたり笑ったり、こんな感じですね。で、これにほっぺを書いていきたいと思うんですが、こんな感じですね。泣いたり笑ったり、辛いとき楽しいとき、いろいろあるよ。人生だもん。いつも笑顔でいようね。次は君にバトンタッチっていう文章です。これパステル入らへんとこんな感じね。こんな感じ。パステル入るとこんな感じになります。まあ、パステル入った方が多分ね、こう柔らかくなっていい感じになると思いますので、書くときパステルもね、こうして使ってもらったらと思います。こういう味のある文字、かわいい風の文字でですね、書いてほしいなっていう文章とか言葉がありましたらコメント欄にお願いします。今回もね、こういう、言葉を書いてください、文章を書いてください、くださいって来てね、それをコメントを見てこうして書かせていただきました。動画を見てね、真似して書いてもらえたらと思います。あと、こういう字ね、書きたいな、書けたらいいなって方、最初にもお伝えしました、オンラインで筆文字の講座をやっております。
概要欄のところ、ちょうどタイトルの下のところにですね、ブログに行けるページが、あのところがあります。そこを押してもらったら、そこから申し、ブログから申し込みもできますし、また、あの、習った人たちの字も見れますので、ぜひとも一度覗いてみてください。書いてみたいな、書けたらいいなって方は必ず書けるようになりますから、よろしくお願いします。これセンスとかいりません。字が上手い下手も関係ありません。全員書けるようになりますから、書いてみたいなって方はぜひともよろしくお願いします。で最後に、こういう動画もっと見たいなって方はですね、チャンネル登録と高評価、いいねのボタンを押してもらえると嬉しいです。今ちょうど他の動画の紹介のところに、丸いボタンがあると思います。そこからチャンネル登録できますのでね、ぜひともぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ今日は以上になります。ありがとうございます。